それで朝日新聞ですよね、はい、今日の朝日新聞、はい、東京五輪コロナ禍の開幕、その右の方に熱戦の隣に鳴りやまぬ救急電話っていうね、こうやらしいその構成になってるわけですよ。でね、朝日はね、はい、7月21日だったかな、はい、光も影も報じますというね、はい、ジェネラルエディターね、編集局長、はいはい、東京編集局長っていう人のね、うん、あれ署名記事を出してました、はい、うん、光も影も報じます、ね、はい、うん、だけどね、うん、それまでね、はい、7月17日からね、はい、その日までの一面ね、はいはい、全部ね、はい、影ばっか封じてるんだよ、はっきり言って、はい、ね、そうですね、もうそのいやもちろんその小山田圭子の問題とかいろいろ起こるから、はい、うん、はいはいはい、でもそれが全部いつも一面トップなんだよ、うん、はい、ね、しかもその、そうがない時はコロナ、はい、感染者増えたとかね、はい、うん、そればっかりやってね、はい、で直前になったらね、光も影も報じますね、はい、なんだよと、はい、しかも光も影も報じますね、はい、これだよ、このね、鳴りやまぬ救急電話でよく読むとですね、それでもホットラインは鳴りやまない。この日は横浜市内で最高気温 33.7 度を記録し、熱中症や脱水症状が多い、痙攣した子どもも運ばれてきました、うん、これ普通っていうかさ、はい、要するにコロナと関係ない、関係ないですあれなんですよ、あと五輪とも関係ない、うん、一見これ見るとさ、はい、熱戦の確かに、ね、隣に鳴りやまぬ救急電話となんかこうコロナで逼迫してるように印象操作なんですよ、そうですね、はい、確かにね、完全に、はい、だからね、こういうのがね、嫌だなと、うん、私は思うわけですよ、はい、とんでもないんだよね、これね、そう、それでね、はい、ついでに言っとくとね、うん、週刊朝日ね、はい、週刊朝日がね、これね、はい、こんな五輪に誰がしたっていうのやってるわけですよ、はい、表紙に、はい、はい、そうです、それでね、真ん中を見るとね、はい、東京オリンピック週刊朝日テレビガイドっていうね、カラーのね、こういうこれが挟み込んであるわけですよ、はい、8ページが、はい、ね、それでケツのね、編集長後期って読むとね、世界中を巻き込んで一か八かの東京オリパラが開幕します、本当にってこう書いてあるんだよ、はい、でその後にね、うん、地上波のテレビ監視専用の番組表を特別付録にしました、うん、73ページを開いてホチキスの針を外し抜き出してご利用ください。何なんだよ、腹立ちますよね、一回じゃ腹立つね、はい、これね、はい、これはね、はい、腹立った、まあ結局系列のね、うん、テレビで玉川さんとかはずっとなんか文句言ってるんですけど、うん、始まったらまあ結局盛り上げるっていうことでしょう、うん、そうなんだよ、そもそも何なんだろうね、はい、これね、いや腹立ちますよ本当に、だったね、はい、これだけ潰してコロナでね、うん、やめろみたいな形まで言ってて、まあ当然無観客だぐらいなことは言ってたわけですけどね、うん、はい、どこがアスリートファーストなのかなと思いますけどね、な僕なんかはもういやもうちょっとやっぱりちゃんと報じてほしいなと思いますけどね、はい、オリンピックもしかしもう各紙やりようがないんだよね、あんまりね、はい、中間新潮ぐらいですかね、はい、不思議の国の東京五輪って言われてまともにこう振り上げてるんですけどね、はいはい、うん、その中で僕は本当にいいなと思ったのは宮城県の村井知事ですよ、あ、そうですね、村井元自衛官でしたけどね、はいはい、この人僕は何回もお会いしたことあるんだけど、この人は本当に胆力あるしね、話はうまいしね、はい、うん、僕はそのいずれ1期か2期宮城県知事やって国政に出てほしいなと思ってたんですよ、はい、まあ、だけどまだずっと宮城県知事やってるんですけどね、はいはい、仙台市長女性市長が反対してたんですよね、はい、それでもこの人は押し切って、ね、はい、有観客でやると、はい、それからその 県知事会、全国知事会でもね、はい、少数派でね、はい、一人頑張ってました、そうですね、で本当にね、この人のインタビューだけちょっと感心したな、本当村井知事はね、復興の時、復興っていうか、まあ、後の処理の時にそうそう、ドラゴン松本を潰したのがすごい良かったですよね、うん、松本龍が、はい、そうだったね、あれを晒したのはすごい良かったですよね、うん、はい、あ、この人すごいなと思いました、いやいや、なかなかね、はい、しっかりした人ですよ、はい、
本当に国政に出てきたら、はい、本当あの総理目指してもおかしくない、はい、力になる人なんだけど、ね、まあただそれは急にね来てもその、はい、一人じゃなれないからしょうがないんだけど、はい、でその有観客にしたのは2つ理由がありますと、はい、まず何よりも今回のオリンピックの大命題が復興五輪であるという点です、うん、1年延期になったことでちょうど東日本大震災から10年という節目の年に五輪が開催される運びとなりました。震災によって宮城県は甚大な被害を受けましたが10年でここまで立ち直ることができた。そして多くの県民がお世話になった内外の方々に感謝の気持ちを伝えたいと考えている。五輪を通じてその思いを世界中に伝えるため多数の県民の皆さんやボランティアの皆さんが一生懸命に準備を進めてきました。大前提が復興五輪である以上宮城県にお越しになりたい方にはぜひ足を運んでいただきたいと考えています、うん、また結果的に五輪が成功すれば世界に感謝のメッセージを伝えられるだけでなく困難を克服した県であると評価してもらえるかもしれません。もう一つの理由はですね、行政は全ての人々を平等に扱わなければならないという点にあります、はい、宮城県内ではプロ野球や J リーグの試合その他のさまざまなイベントが制限こそあれ観客を入れて行われています。仮に県内の全てのイベントが無観客であれば五輪競技が無観客になってもやむを得ません。しかし五輪の試合だけはチケットを購入しても観戦できないというのは大変不思議な状況ですし、率直に言って不平等だ、そうです。7月17日は、楽天生命パーク宮城でプロ野球のオールスター戦が行われました。観客は1万5000人、はい、さらに五輪期間中の7月24日と25日には同じ球場で侍ジャパンの強化試合が組まれており、両日とも1万3000人が来場予定ですと、うん、入ってんです。入れて全然クラスター起きてません。そうなんですよ、こういうところでね、はい、いやもうほんとね狂ってますよね今の。なんか実際に1都3県からお越しになる観客はどの試合も1割前後ですと、うん、チケットのあれから見ると、ね、はい、最も来場者が多い試合でも1000人程度ですが、そもそも出張などで首都圏から仙台を訪れる方々は1日1000人どころではありません、うん、はい、確かにそうですよね、はい、本当だよね、はい、うん、オリンピックは日本の力を世界に示す機会でもあります。コロナ禍の厳しい状況にあっても大会を成功裏に終えることができれば日本は素晴らしい国だ。コロナが落ち着いたら遊びに行きたいと思ってもらえるはずです、うん、職員はトップの姿をしっかりと見ていますからね。うちのトップはセロになびいてブレてしまうんだと感じたら職員は上司を信じて仕事に邁進できない。政治家は国民や県民と同時に部下や組織に対しても責任があると思います。やはり自分が正しいと考える道を信念を曲げずに進むしかない。その上で最後はトップが責任を取る、はい、政治家の本質は苦しい時有事の時にこそ見えてくるのではないでしょうかね、うん、その通りだよね、はい、うん、いや本当ですよ。なんか一貫性がないんですよね決断に。で、五輪だけダメっていうのはね、うん、本当におかしな話で、なんかやっぱ反政府にしようとしてるとしか思えない決断ですよね、うん、いや、はい、本当そうだよね。他のスポーツ、他のプロスポーツは OK なのに、うん、五輪だけやってしまうっていう、うん、はい、